どうも、バピチンでございます。バピチンでございます。バピチンです。とんでもなく見切り発車で始めてしまったので、挨拶もう何も決まってないんですけれども、本日から終演会をやっていこうかなと思います。私、ホラゲー本当に初心者で、ついこの間、ね、初ホラゲーをやったばかりなんですけども、まあ、このチラズアートさんの作品は結構、ホラゲー界では有名らしくて、まあ、その辺ね、有名どころの作品は、まあ、触れていきたいなと思い、最初に選んだのがこの終焉会合。まあ、一応、赤マントっていう作品も知ってはいるんですけど、まあ、とある実況で見てね、あれ無理だなと思って、自分でやるにはちょっと、もうちょっと慣れてからにしようかなと思いまして、こちらの作品を選んでみました。こちらが怖いのかは全然わかりません。とりあえず、新しめの作品らしいんで、やっていこうかなと思います。それでは、始めたら。富田幸恵。これが私かな？私、富田幸恵、26歳。私は、なんだ、とある介護施設で働いているわよ。さてと、お茶でも飲みますかな？ 130 円。この辺は、あれなんだな。動かないんだな。なんか最近自販機高いよね。まあ、増税のせいもあるんだけど、160円とか普通に見るわ。なんかテーマパークかなって一瞬思っちゃう。何これ？ナオミ？ナオミ、また寝ている。最近いつもこんな感じで。新人にはきついよね。気持ちわかる。私も始めた時はそうだったな。まあ、結構介護、僕のイメージですよ。僕のイメージですけど、介護施設とかは結構ブラックなイメージな感じですけど、ここに入った新人ということで、私は、まあ、26だから、社会人何年目だろうな。3年目ぐらいかな。やっていこうかなと。いや、まあ、とりあえずさ、まあ、この手のゲームは、まあ、物をね、探してなんぼだと思うんで、私のバッグ。ここは、あれかな？パソコンとか。なんか、雰囲気が、嫌だな。このチラズアートさんの作品、なんというかさ、雰囲気がさ、いい意味で画質悪いというかさ、てん。時間だ。急いだ方がいい。何の時間？急いだ方がいいとか言うのは、あれだよね。ちょっと、一回、設定変えますね。オッケー、じゃあちょろっと、配信の、あれ、仕様上ね、多分暗いと見にくいと思うんで、明るくしてきました。あんた誰？出かけんの？はい。総一さんのとこへ。総一さんの娘から来てほしいと電話があって。一線龍馬みたいなこと言うな。ある種の緊急事態だといいんです。それは大変ね。って、もうこんな時間？仕事が終わったら直帰してみよう。すぐ帰れるように準備していきなさい。女子に私から知らせとこは、いい、あれだね。同僚かな？ありがとう、リサ子さん。あ、そうだ。前にナオミを起こしてもらってもいいですか？ナオミ、今日も休憩室で寝てるんです。今日も寝てるの？本当に働き者ね。例えば、サチエちゃん、彼氏はどうなの？うまくいってる？はい。なんとか。でも、聞いてください。この前、彼氏ひどくって。まさかそういう DV とかそういう問題？私がいるときにエビ食べようって言ったのに。はい。エビは簡単でいいレシピがないとか言って、結局触りしちゃったんですよ。なんか、せめてさ、もうちょっと甲殻類で攻めればいいのにね。まあ、甲殻類大体めんどくさいのか？サバにしちゃったと。よくないですか？確かにひどいかもだけど。そんなことで喧嘩したの。あごめんね。こういうなんかちっちゃいことで喧嘩するのはね、いいことなんじゃないですか？お互いを知るためにも。あ、ごめんね、いいんです。で、エビ食べることになったんで。そしたら、そいつさんのとこ行きますね。あ、なるほど。その辺はもう解決してるよと。あ、なるほどね。シフトで走れるわ。ちょっとさ、いろいろ、漁ってっていいかい？はい、何も漁れるところがなかったので、直帰しまーす。じゃあな、みんな。いつの間にかこんなに暗くなったの？全然いないじゃん。これ俺の車か？どれが私の車だ？どっちハンドルだろう？え、まさかこっち？そんなわけ。私何できてんのね、普通に、徒歩できてんのかな。とりあえず出口探しましょうか。壁。近くまで呼んないとわかんねえんだよな。あ、こっちだね、普通に。なんだ、施設の中だけじゃないんだね、普通に。歩けんのかな、夜道。あ、歩けない。あ、こっちか。あ、こっちじゃない。すいません。老人ホーム、一息。いい名前じゃないか。こっちですね。
結構なんかそういうマップ探索みたいな、できる感じ？まさか、ここ行けるってことは、そんなわけ？ いい階段の上り下りだな、これ。こういう街灯が一番怖いんだよ。あ、こっちだ。絶対こっちだ。うわぁ。うわ、これ出るやつだ。もう知ってる。でもさ、赤マントとかはさ、もう、赤マントじゃん。敵が。完全に赤マントによ、が追ってきますよっていうタイトルだけど、救援介護だから、やっぱ介護施設で起こることだと思うんだよね。この辺はちょっと、出てこないでほしいな。お化けとか幽霊とか、その手のものはね。私の家どこなの？ここか？あ、そいつさん。忙しいのかな？見回りこれ。入りますよ。入るからね。そいつさん、部屋、汚くない？ちょっと。一人暮らしなのかな？スリッパ多いけどね。結構来客多いんかな？そいつさん。そいつさん、お風呂ですか？なんだこの匂いは。絶対、腐ってるよ。殺されてるわ。それかサバカだな。腐ってるかサバカだな。そのためのサバの、あれだと、布石だと思う。そいつさん。私ですよ。うわ、いろりある。まあ、昔ながらの家って感じだよね。これ何これ。これ、のみ？ダニ？なんかが浮いてるんだけど。OK。そいつさん、マジでどこ？宝箱？開けますよ、そいつさん。ここ外だね。お庭だね。しまった。これはさ、ゲームの仕様上でしょ、多分。そんな演出とかじゃないでしょ。待って、トイレ来ちゃったよ。ちょっとやだ、浴室、開かない。板が挟まってみたい。板？布取るときそんな音してたらもうやばいよ。あ、多分アイテム集めるんだろうな、これ。ん？瓶が割れてる。殴られた疑惑。泣き虫もあらず。そいつさ、匂いのさ、元は何だろうね。こっちか。布だけしかまだ手に入れてないんだけど。ドラえもんはいないと。めちゃめちゃ綺麗に折りたたまれてるよ。なんか落としたよ。一回外出てみる？外から回ってみようか。なんか、引っかく音みたいなした板を。私は布を持って走り出すわ。そういちさんを探すために。そういちさん！違った。うわ！そいつさん？マジビビった今の。びっくりした。怖がらせないでほしいよ。ほんとよ。いきなり来る系ね。ああ、そいつさんいる。いるわ。そいつさんじゃあ、こっから入るね。ああ、そいつさんはなんか、ガンモみたいな顔してるわ。多分、裏ではさ、こういうさ、介護施設とかってさ、完全に偏見ですけど、まあ、接客業みたいなもんじゃないですか。裏ではね、多分ガンモとか呼ばれてんだろうね、この掃除さんも。よし。あ、掃除さん。怖がらせないでくださいよ。なんで何も言わなかったんですか？どっか行ってたの、こいつ。家族はどこ行ったんですか？外？一応家族と暮らしてんだ。大丈夫ですか？掃除さん？おい、ん？そいつは尿！ そいつさ、もう、この仕事何年も続けてるけど、全然慣れないな。拭かないと。拭くよ。どうやって拭くの、これ。拭き方がわからん。これ、布使うんだろうけどさ。ちょっとオプション あ、できた、できた、できた。よし、拭いてと。そいつはもう、漏らさないで。そいつさん。なんでこいつは無視するの？もうこの ハリーポッターみたいに突っ込むか。そう、一だけ。あと気になってんのがさ、ここなんだよね。浴室が開かないんですよ。で、そう一問題はクリアしたのかな？あいつを喋らせるためにはどうしたらいいんだ？
なんかキーアイテムが必要かな。家族どこ行ったのって言ったよね。家族を探してあげる。このマジ、瓶が怪しい。やっちまったんじゃねえか？でも家族言うけどさ、あ、布団3つあんのかな、これ。着替えは枕1つだしな。あ、ここにあんのか。枕、え、布団の量に対して枕少なくないこの家。大丈夫？みんな使わない派か？あ、ここ行ってないんじゃない？うわ、何？あ、座布団だ。俺も落ちたな、座布団でビビるようになっちまった。なんもないよね。そいつなんでしょ？見れるとかわかんない。これ、これ何これ。あ、あ、小人になったわ。私は段ボールの下にも隠れるようになったわ。あ、これ絶対あれだ。バグだわ。これ知ってる。裏世界行けるやつね。その辺探していくからね。こういうゲームでは。これですね、じゃあ、びっくりさせていよう。わあ！わあ！なんだこいつ？え、全然反応しないでよ、そいつは。レーン側？なんか落とした、今。あ。ちょろっとムービー入ったね。なにこれ。これちょいちょいさ、出る、なんか、不思議な生き物は何？真っ黒クロス的、毛的な。こっち行ってないな。行ってないね、完全に。やだ、なんか。マジでやだ、こういうところにあるべ。しゃがんで、見れない？はい。はい。これ扉開けるときさ、下がんない、みんな。何か来るかも、みたいな。勝手にテレビとかつかないでよね。そいつさん、この辺、鍵。鍵ない、鍵。タバコ。そいつさん、タバコ吸うの？この年で。ゴミを片付ける。あ、見回り介護みたいなもんなのかな、私は。あそこ、元いた場所が事務所ってこと？あそこでは、いないんかな。あ、でも老人ホームって言ったら、そっか、夜は家に帰ってるだけか。じゃあまあ、上に行けるようになったから上に行こうか。まだゴミあるよ。いちいちゃん、ゴミ。あ、またこの匂い。どんどん匂ってくる。ここ危な。でも先から匂ってくるじゃないかなと思ったけど、後ろにあった。それは、誰？なんかいる。うわ。うわ、やばい、これ。あ、終わった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 、マジ終わった。うわ、これ、追っかけられる。うわ、いや、何？誰して今、これ。え？化け物すねたわ。それで終わり？倉本直美。なるほど。いろんなキャラクターがいて、それらを操りながら、あれだな、ジュラララみたいなもんでしょ？群像劇、群像劇ってやつでしょ？いろんなキャラクターのストーリーを辿りつつ、一本の大きなストーリーを、に繋がるみたいな。私、ナオミです。ね、ナオミちゃん、何ですか？おじいちゃんの介護をお願いしたいんだけど。ん、誰ですか？そいつさんじゃね？ほら。サチエちゃんはもう担当できそうにないから代わりに行ってくれない？でも、サチエさんはどうしたんですか？心配しないで。多分彼氏絡みでしょ。彼女は時々こういうことがあるの。稽古場試合に入ってくるとしょうがないわよね。あなたももう少ししたらわかるわ。あ？あ？うん！とにかく、サチエさんをお願いできないのはあなたしかいないの！うん。私で大丈夫ですかね？私は一人で利用者さんの家に行ったことはないんですけど、まだ新人だよね。まあでも人が足りないから。難しいかもしれないけど、あなたしか頼める人がいなくて。そいつさんの情報はあなたの机に置いとくわね。わかりました。できる限りベストを尽くします。できる限りな。とにかくそいつさんのところに行って、
そいつさんお願いできるのはあなたしかいないの。そう言われたら断れないよな。そいつさんの情報はあなたの机に分かったよ。ごめんね、突然。でも仕方がないのよ。わかりました。あ、また。休憩室で寝ないようにして。勤務時間以外に滞在しないこと。まあそういうの厳しいから。まあ確かに。すいません。二度とやりません。まあ。精一杯謝るのはな。謝ることしかできないから、俺は。古賀総一、83歳、男、50キロ、56キロ、170センチ。低血圧で1日2食ゼリーを出す。入浴時にリラックス、毎日入浴させる。家を出るのが嫌い。理由を聞く。最近は物忘れがひどい。認知症の症状が出てきている。でも、時々不快感。呼吸不満と痛みの起こる。必要に応じてアヘン剤を処方。パチエンさんはだから、総一さんの家です。さっきやった、あれだ、食肉事件なんじゃないかなっていう。なんか人食ってたんじゃないかな。それで異臭してたんだよね、多分ね。あなたは誰ですか？私はこの近くの猫の字に、猫親父猫の字にてお坊さんをやっております。やべ、指が刺さってる俺に。鼻のあたりに中指が刺さってる。中の字いらしたことも？猫の字だった。ないです。そうですか。猫の字は500年以上続く歴史のあるお寺です。来てみるといいですよ。そうですね。今度行ってみます。ぜひいらしてください。ああ、でもそのうち来ることになりそうですね。見えてるな。え？お気をつけて。見えてますね。お坊さんは見えるからね。やかんやかんやかん。そいつさん、やかん湧いてるって。うるせえよ、めっちゃ。 おい、俺全部つけっぱなぞ。大丈夫か？あ、また見える。錆びたブリキ缶、ゴキブリ缶に見えた。鍵が入らなかった。何？なんかちょいちょい物音するの。何？まだ挟まってる。宗一さんはいないけど、懐中電灯があるの。やだな。 やだな、これ。やだよ。うわっ！宗一さんかよ。宗一さん無口なんだよね。こんばんは、宗一さん。お元気ですか？あ、置いてみます。一回ビンタしようよ、これ。幸恵さんは最近とても忙しいみたいで、私が担当になりましたよ。これからよろしくお願いします。やっぱね、人生の先駆者というかね、そういう人たちを大切にしなきゃ。なんか、どこ？これ。なんかどっかで芝刈り機が動いてる。やめてやめて。掃除機か、これ。掃除機っぽくない？正直掃除機。どこ？これ、ここ、お、テレビだ。うるさい。 うるさい。あー、何？てか誰がつけたの、これ。名乗り出なさい。宗一さん以外にも家族いるって言ってたからさ。誰だ、ペイントボール投げたの。あ、鳥か。くちばしがなんかクリップ挟まれてる。これ外回ってかなきゃいけないやつ、これ。で、俺でも一回植木になるんだけどさ、植木？どうしてもこの奥の部屋が気になっちまうよ。行くしかないでしょ。ねえ。開かない。あ、ちょっと開いてる。ちょっと見える。はてな。足見えない。はてな。覗いてみる。これ覗くしかないでしょ、だって。何？何？何？わ かんなかった。何？よしよし。わあ、これね。クリップ。クリップは何の意味があるんだろう。いちいちこれ懐中電灯タブから開かないといけないんだ。あ、倉庫。クリップで開けたりしないね。さすがにね。
このクリップを使って何かしらができるはず。ここに何かが置いてあったのかな？あ、うわ、はしごだこれ。なるほど、なるほど。やっぱ2階に何かあるよね、これね。そういったん、ご家族の方はいますか？あ、錆びたブリキ缶。これさ、クリップでさ、開いたりしないかな？あ、ピッキングする。きたー。これだよ、これ。ここに何かが入ってるはず。倉庫の鍵。あー、あったね。よしよし、進めるぞ、これで。で、倉庫を、ドアで、鍵を使いますと。はい。やっぱ懐中電灯は基本的に装備しておきたいな。なんか落とすもの探したい。暗くて何も見えない。何これ？クワ。クワを持ちます。これで引っ掛けてってことか。橋を取りに行こう。いや、一つの謎さえ分かればね、どんどん行けたりするから。行け行け。そんなにちょっと、うるさいよ。え、そっちの家行くってこと？マジ？あ、違かった。よかったよかった。うわ、はしご重っ。走れなくなっちゃった。絶対。いや、キーアイテム。手に入れたらなんか起こるじゃん。怒るって絶対。やだ。どこだっけな。ここかな。ここ上上がりたいんですけども。一 旦じゃあ、今回はここまでにしましょうか。多分ね、そんなにパート数かからないと思うので。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。